小の花正明、小岩正明、1935年11月29日から2006年12月16日は佐賀県小木郡三日月村出身で、手羽の海部屋に所属した大相撲力士。最高位は西関分け。現役時代の体格は 174cm、124kg。特異種は左四つ、より下手投げ。実家は農家。 三日月中学校を卒業後は、家業に従事していた。父が大の相撲好きだったこともあり、以前よりその勧めで、たびたび、地元の村相撲に参加していたという。16歳の時に出羽の海部屋へ入門し、1952年1月場所で初土俵を踏んだ。以来、比較的順調に出世し、1957年11月場所で新入幕を果たした。入幕後しばらくは、 幕内会に行ったが、徐々に番付を上げていった。東前頭2枚目の地位にあった1960年、9月場所では、横綱、朝しらを破る活躍を見せて9勝を6敗と勝ち越し、初の三勝を受賞。翌、11月場所では、新三役に昇進した。同場所では7勝8敗と惜しくも負け越したが、その後は幕内上位に定着していった。 1962年11月場所では最高位となる西関分けに昇進し、9勝6敗と勝ち越して技能賞を受賞している。小柄で非力だったが、体は柔軟で前さばきがうまく、左四つからのより、投げが武器であった。元気と受けする相撲で千代の山が引退し、佐多の山が頭角を表すまでの出羽の海部屋を支える役割を果たした。 1967年5月場所限りで引退後は、高崎親方として、後進の指導にあたり、父と同じく相撲の道に進んだ長男の昭和と、次男の安都の兄弟は揃って、幕内力士となった。2000年、定年退職を目前に、長男である純年寄り、奥の花に年寄り名席、高崎を譲って退職。 頭髪が天然パーマであり、床山は大いちょうを言うのに苦労したという。2006年12月16日午後5時50分、肝臓癌のため、東京都墨田区の次男の自宅で生居した。去年71、ありがとうございます。